どうも、こうちゃんです。はい。本日も始まりました。高校野球を語っていくというところでね、えー、本日は岩手県大会をお伝えいたします。えー、岩手県大会ですね、ベスト8が出揃っての戦い展望になります。えー、岩手はですね、えー 初めてですね、えー、このチャンネルで、えー、県大会の展望を話すのはですね、ただ岩手県って言ったら、まあ福島県とも同じなんですけども、まあどこ出てきても強い、えー、いわゆる戦国時代というふうに長年言われてきているような、えー、地域でして、えー、名だたる強豪、古豪、えー、かなりで合佛力の戦いが、えー、繰り広げられている、そんな、えー、近年の、えー 展望ではございますけれども、えー、今年の、えー、春季、えー、岩手県大会、えー、ですね、ベスト8、出、えー、揃っておりまして、えー、どこの後が勝ち上がってきたのかと言いますとですね、まずは仙台北上さん、森岡三光さん、一郎関学院さん、大船渡さん、 花巻東さん、森岡聖王さん、森岡志功さん、水沢工業さんといった8チームベスト8でございました。はい。もうね、ベスト8結果出ております。はい。えー、早速見ていきましょう。まずはですね、えー、仙台北上さん対森岡三光さん。えー、この試合2対1で森岡三光さんが、えー、仙台北上さんに えー、勝ちました、えー。この試合ですね、非常に <laughs>、緊迫したゲーム展開でして、ハラハラドキドキ、そんな、えー、ゲーム展開だったでしょう。先制したのはね、先前北上さん、初回に1点入れております。えー、森岡さん子さんは4回に1点返して1対1同点。えー、そのままずる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 と言って、8回までゼロ更新が続きました。えー、そしてですね、 なんとなんとといった幕切れなんですが最後、えー、9回森岡参考さんがさよならデッドボールといったところで2対1で、えー、結果的に逃げ切って、えー、さよならガチといったところでねこの最終回ですねワンアウト満塁、えー、そこからデッドボールを、えー、与えてしまって森岡参考さんがさよなら勝ちで、えー、ベスト4を進出するといったところでね 非常に緊迫したゲーム展開ではございました、この試合ね。で、仙台北上さんのエースの板垣つさくんっていうエースがいるんですけども、板垣くんはですね、宮城県の、えー、上町出身の、神、神群、小野田町出身で、戦北ボーイズさん出身なんですよね。えー、で、私が戦北ボーイズさんに、えー、取材行った時も、当時、えー、板垣くんいました。 えー、それがですね、えー、仙台北上さんに進学してですね、エースナンバーをつけて投げていると。えー、非常に高橋くん注目して見ておりましたが、今大会、えー、この試合惜しかったですね。えー、まあ、結果的には、デッドボールで、えー、ね、負けてしまったんですけどもね、このベスト8の戦い、森岡参考戦、えー、しっかりとですね、終盤まで、えー、いいピッチングしておりましたので、夏、えー、期待したいなっていうふうに思いました。はい。えー、森岡参考さんが、 えー、ベスト4進出というところでございますね。はい。続きまして、えー、隣のブロックでございますね。えー、っとですね。はい。一ノ瀬学院さん対大船渡さんでございます。はい。この一ノ瀬学院さんは2022年の選手権甲子園の代表校でございまして、えー、甲子園を経験した選手が、えー、まだ数名残っておって、まあ、一ノ瀬学院さんはちょっと、 今年の夏、えー、優勝候補筆頭なんじゃないかなっていうふうにこうちゃん見ております。はい。えー、今日はですね、ベスト8、ベスト4を、えー、かけた戦い、大船渡さん相手でございました。はい、試合展開見ていきましょう。えー、この試合ですね、まあ、大船渡さんに、えー、若干ですかね、こう、 応援と、そしてあの話題性があったんですけど、まあ、大船渡高校はですね、その今千葉ロッテで活躍しているね、まあ WBC 侍ジャパンにも選ばれた佐々木朗希選手の弟、佐々木玲希選手がいるというところでね、えー、ピッチャーやっておりまして、で、この一応学院戦の前、盛岡大付属戦に、えー、登板してですね、森大に勝っちゃったといったところでベスト8まで上がってきて、 まあ、いわゆる大船と旋風を巻き起こした、えー、超本人かな、というふうに思います。はい。そしてね、えー、ベスト8の相手は一番正義学院といったところで、えー、まあ、一応、岩手の王者として、えー、そして、競合としてですね、長年、えー 位置付けられておる一応せ学院が相手というところで、今日の、えー、今日というかね、あの、そのベスト8の戦いどうだったのかと言いますと、えー、初回、え、一応せ学院2点取って、オフラントが1点返すといったところで、2回にまた、一応せ学院が2点。えー、ここで4対1と。そして3回もですね、やっぱ一応せ学院さん打力あります。ここ5点入っております。もうこの3回の時点で、えー、9点入っております。で、9対1と。で、4回にも1点入れて、10対1と。 言ったところで、うーんと、ゲーム決まったかなと、ここでまあ、なんといってもやっぱりこの5点、あのー、3回に5点入れてるとところが、やっぱり兄弟の一応、星学院さんだなとうう思いましたね。で、そのまま,まあ点数入らず、まあ、大船渡さんは4回に1点返して、まあ10対2、結果的にスコア10対2で、一応星学院さんが勝って、ベースト進出だったんですが、えー、この試合ですね、その、えー、佐々木玲貴君がですね投げてないんですよね。えー、まあその前 前回の登板の、まあ、体力とか、えー、そういった体調面とかも考慮してなんですけれども、まあ、投手ではなくて、えー、センターで、えー、先発出場しておりました。はい。で、佐々木玲樹くんは、えー、森岡大付属戦、えぇ、ー、自己、えー、最速のね、えー、マックスを更新するなど、まだまだ伸びしろを十分でして、えー、夏、面白い存在になるんじゃないかな、というふうに見ていました。 やはりこの佐々木朗希の弟っていうふうに見られてね、えー、注目は立つんですけど、やっぱ実力もしっかりとしていて、えー、今大会はですね、えー、もう両家大付属って言ったところも本当に強い競合の、えー、全国的にもね、有名な高校を倒してベスト8を進出してきたといったところで、えー、実力もしっかりと思ったオフラト高校、オフラトないんだなっていうふうに思ってましたので、えー、夏本当に期待してもいいんじゃないかなというふうに思いましたね。 で、この試合、やっぱり原田君、え、一応学院の、え、原田君に一発も出ておりますし、まあ、冒頭言った通りに一応学院さん、えー、持ち前の、やはり伝統のある、えー、打撃力、えー、盛んだな、といったところを見ておりました。で、一応学院さんの話に、えー、移しますと、えー、ピッチャー陣、やっぱり豊富だなって思いましたね。えー、この試合も、えー、寺尾君投げて、畠山君投げていったところなんですけども、 えー、寺尾くん、畠山くん、その他にですね、サイドハンドの甲子山経験者、小野くんであったりとか、あとは左の大川のサウスポーの、えー、高沢くんであったりとか、えー、そしてエースナンバー付ける高橋くんであったりとか、えー、非常にバラエティー豊富な高等者が揃っているといったところで、えー、夏、えー、優勝候補筆頭だなというふうに見ておりました。はい、一応生学院さんがね、えー、勝ってベスト4進出でございます。続きまして、えー もう一つのブロックでございますね。うん、はい。続きて花巻東さ森岡西王高校でございますね。えー、この試合、4対3で、えー、花巻東さんが逃げ切って、えー、ベストを進出って言ったところで、この森岡西王さんって言ったところは、こうちゃんね、えー、ご存知ありませんでした。はい。って言って、まあ、調べたんですけども、まあ、70年以上の、えー、伝統を持った高校でして、 野球部も昔からあったといったところで、で、去年から2022年の去年、監督さんが新監督さんに代わって、秋田工業で、甲子園出場、そしてもう青森大でもですね、全国大学選手権出場、したりと、あの、全国そして甲子園といった舞台を知っている監督さんが、代わって、指揮を取られているといったところで、野球部もですね、改革といったところで、 今非常に力を入れている学校だというところに、あのー、聞きましたので、えー、非常に、えー 新進気鋭な高校だなというふうに見ておりました。はい。え、そんな中でですね、花巻東さんのやはり注目するところはやっぱり佐々木林太郎くんではないでしょうかね。もう5月のこの時期でも通算ホームランが129本とい言っても,もとてつもない化け物級の数字を叩き出してるといったところで、ここ2試合、この試合もですね、ちょっと欠場していてスタメンには名を釣られてなかったんですけれども、まあやはりこれ1年生から期待されてずっと出ていった中でやっぱり疲労もあるといったところで、 まあ、休ませるって言ったところなんでしょうけれども、まあ、見に行ったファンはですね、佐々木林太郎君を見たかったなというふうに思うんですが、まあ、無理をしてもですね、夏出れないって言ったところもあると思うんで、しっかりとここはね、休んで、えー、ね、えー、夏に向けて頑張ってほしいなって言ったところでございます。はい、えー、初回ね、花巻東さんが3点入れて、えー 7回に、えー、森岡聖陽さんが、えー、3点返すといったところで3対3同点になりました。この7回にね、えー、同点にしたといったところが森岡聖陽さんの今の実力、えー、力のある野球部、えー、そして、えー、プレイヤーが揃ってるなというふうに思いましたね。はい。で、8回もお互いに0-0更新といったところで9回でございます。えー、最終回森岡、花巻東さんがですね、1点加えて4対3といったところで花巻東さんがサヨナラ勝ちでございます。 えー、ワンアウト、えー、二塁から、えー、レフト越えのツーベースを、えー、小林くんが打ってですね、さよならガチって言ったところで、えー、4対3で、えー、逃げ切りました。なかなかやっぱり森岡聖雄さんも力のある高校だな、という風に見てました。ヒット10本、えー、打っております。逆に花巻東さんがヒット5本って言ったところで、 打力あるチームだなぁというふうに見ておりました、えー。この春にですね、花巻東さん相手に1点差で負けはしましたけれども、非常に実力のある高校だなというふうに思いました。えー、夏楽しみでございます。はい。えー、ホームランはですね、えー、花巻東さんの北条くんに1号スリーランが出て,ております。はい、えー。というところでね、この、ね、森岡聖王さんもですね、非常にあの、チェックしてみてはというふうに思います。 はい、続きまして、えー、見ていきましょう、えー、次はですね森岡志功さん対水沢工業といった、えー、力のある公立高校同士の戦いでございました、えーまあ、この両校を見てて、まあ、どちらかというと森岡志功さんなんかは本当にここ数十年ずっとベスト8ベスト4に名前が 上がってくる岩手県大会が、まあ、その戦国時代といったところなんですけども本当に力のある公立高校だなというふうに思いますね。えー、文武両道といったところなんでしょうけれどもね。 はい。今日の試合はですね、6対5で、えー、森岡志向さんが、えー、逃げ切るといったところで、ゲーム展開は最初に先制したのは水沢小美さんが1回、えー、初回4点ポポンと入れるんですね。えー、で、1点森岡志向さん返して、えー、3回にも、えー、森岡志向さん2点を返すと。この時点で3回で4対3。えー、5回に水沢小美さんが1点入れて、えー、5対3といったところで、 6回に森岡志向さんがまた1点を返せ、まあ、いわゆる取って取られていって、そんなゲーム展開を繰り広げておりました。えー、結果的に8回に、えー、森岡志向さんが2点を入れて、6対5といったところで、えー、森岡志向さんがベースト4進出といったところでございます。えー、ヒットはですね、えー、森岡志向さんが10本、えー、水田光明さんが12本といったところで、両校、 非常に打っておるといったところでございますね。えー、森岡志子さんの1番から、まあ3番、4番、えー、上位打線に当たりも出ておりますし、えー、下位打線にもですね、当たりが出ているというところで、1番から9番までやはり切れ目のないような打線を組めているといったところで、非常に、えー、活発なる、えー、打線を持っているなというふうに思いました。えー、別荘進出といったところで、 えー、まあね、目指すとこ頂点だと思いますんで、この、えー、私立高校の中に森岡志功さんが割って入ってどういったゲーム展開するのかといったところが非常に、えー、見物だなというふうに思いましたね。はい。で、ベスト4の、えー、組み合わせなんですが、森岡参考さん、一応瀬学院さん、森岡志功さん、花巻東さんといった、えー、ベスト4進出、えー、 決勝戦に進出するのはどこかといったところなんですが、えー、一応せ学院対、えー、森岡参考、花巻東対、えー、森岡志向といったところで、えー、ベスト4の戦いが、えー、開幕いたします、えー。こうちゃんの予想を言っていいですかはい。えー、一応せ学院対花巻東の戦いになるんじゃないかなとっていうふうに思います。三、えー、3位決定戦はですね、森岡志向さんが勝つんじゃないかなとっていうふうに思いますね。はい。 えー、まあ、冒頭でもお伝えしました通りですね、岩手県も非常に、えー、春の大会、そして夏の大会というのが、競合ひしめいて、どこが勝ってもおかしくないといった、その戦国岩手県になっております。えー、そんな中、えー、夏の前哨戦の、えー、春の大会、え、ベース4が森岡参考、一世学院、えー、花巻東対森岡志向といったところで揃いました。まあ、決勝戦の予想はですね、一世学院対、えー、花巻東対になるんじゃないかな、というふうに思いました。えー、まあ、 決勝戦はですね、佐々木林太郎くんが見れたりと、えー、そして、一応生学院のね、 え、伝統のある打撃が見れたりと、非常に面白い戦いが、え、決勝戦繰り広げられるんじゃないかな、というふうに思いましたけれども、その前に、ベスト4、え、この熱い戦い、え、しっかりと見てですね、え、どこが勝つのかな、といったところを見ていきたいと思います。はい、本日はですね、戦国岩手春の陣といっと題しまして、え、お伝え、お伝えしていきました。え、皆さん、え、ご視聴ありがとうございました。え、これでは失礼いたします。それでは、ジョッ